企はダラーラが担当した。2009年6月、当時カンポスグランプリのオーナーであったエイドリアンカンポスがダラーラとの技術提携で合意した。他の新山チームが数値流大力規格によるシミュレーションでマシンの製造を行ったり、有名エンジニアを迎え入れてマシンの製造を行うなどの各チームのビジョンが早期に示される中、カンポスは ダラーラとの技術提携からマシンの製作を行うことを発表する。しかし予定していたよりも資金調達が難航し、ついには資金不足に陥ったためにダラーラ側へ約束していた支払いを滞納させてしまう事態が発生した。一時は製造を止めていたダラーラであったが、ホセラモンかラバンテチーム経営権を譲渡し、 ヒスパニアレーシング F1 チームとして再建。滞納していた支払いもダラーラ側へ支払われ、マシン製造は再開された。それにより開幕戦バーレーン GP までに製造は急ピッチで行われ、開幕直前の3月4日の発表会に F1 マシンがお披露目された。陶器テストも終わった開幕10日前の発表であったため、 開幕戦であるバーレン GP の金曜フリー走行が実質的なシェイクダウンとなった。また、この発表会ではまだマシン名称が決まっていなかったが、後に F110 と発表された。マシンカラーはダークグレーにスペインのナショナルカラーである赤と黄色、そして白のラインが施されている。サイドポンツーン側面には両ドライバーのファーストネームであるブルーのカルン。 サコン、クリスチャンが白抜きでペイントされているのが特徴である。2010年のヒスパニアレーシングのマシン F110。開幕戦までに全くマシンテストができなかったために実質的なシェイクダウンを開幕戦バーレーン GP で行われた。当初の F110 はサスペンションが金属製であった。通常の F1 マシンのサスペンションは カーボンファイバー製のものを使用している。また、予定していたよりも重量が 20kg 近く重いことも明らかとなった。したがって、開幕戦バーレーン GP の予選では、トップチームより10秒遅れ、他の新山チームからも3秒以上も遅いタイムとなってしまった。第2戦オーストラリア GP では、開幕戦までに間に合わなかったカーボンファイバー製サスペンションが装着され、 その他にも、細部のマシン開発が見られた。その後、第4戦中国 GP より、チャンドックのマシンのみ、新型燃料タンクが投入された。これにより、マシンの重量配分の改善を狙ったアップデートが、施された。戦術の通り、第2戦オーストラリア GP において、F110 のサスペンションもカーボンファイバー製のものへ、変わったほか、 その他の開幕戦までの間に合わせのようなマシンに対するアップデートも高層し、実質予選で3秒近いタイムアップを果たした。なお、このレースでカルン・チャンドックが14位で完走し、これが F110 にとっての初完走記録となる。その後も、チャンドックは第4戦中国 GP まで3戦連続完走を果たした。また、チームメイトのセナも、 第3戦、第4戦で完走を果たし、序盤の開幕遠征ラウンドにおいては、新山チームの中で最も高い完走率となった。ただし、他の新山チームとの差を依然として、予選、決勝においても1秒近く開かれており、今後のマシン開発の必要性が課題となっている。その後も、 シーズン中にはマシンが改善されると言われていたものの、マシンを開発したダラーラとの契約解消により、アップデートはできず、シーズンで最も低速サーキットである、モナコ GP で走ったウィングと同じスペックのウィングを最速のサーキットである、イタリア GP でも使った。これは過去10年間で初めての出来事で、極めて異例である。最終的にアップデートはされなかったが、 信頼性はそこそこであり、新規参入チームである、バージンを抑えて、コンストラクターズ11位となった。カンポスグランプリとは、f1-gate.com、http コロンスラッシュスラッシュ f1-gate.com スラッシュカンポススラッシュ f13849、html 2009年6月13日閲覧。 F1gate.com2010 年3月5日、F1gate.com2010 年3月6日、AB 開幕戦はカーボンファイバーを使用したサスペンションが間に合わなかったため金属製のものを使用した。当初はさらに 20kg 近く重かった。ありがとうございます。